い、ということで皆さんどうもこんにちは、マテータルトバールです。ということで、こんにちは。久しぶりの実写でございます。今ね、だいぶ見慣れない小僧が今目の前に多分いると思うんですけど、皆さん安心してください。僕です。はい、今日ちょっとね、髪の毛を久しぶりに今日髪の毛をね、ちょっと気に行かせてもらいまして、ちょっとこんな感じになりました。はい、もう普段はもう絶対もうセットとかしないから、もう今だいぶモジャンボ状態になっちゃってるんですけど、まあ落ち着いてください。はい、今回はですね、皆様、多分タイトル言うと多分サムネにも書いてあると思います。100万円がなくなってしまいました。ハチくんがすごい目で俺のこと見てた。ほら見て、ハチくんが。おい、どっか行ったんやけど、あいつ。多分、もう、でも半年前か。半年前に課金した100万円がなくなってしまったんですよね。はい。で、これに関しては、もう今4月、まあ今17に撮ってるんですけど、3月ぐらいにはなくなってました。はい。早すぎるんじゃないのかって。だって俺半年前に100万円を課金したんですよ。で、気づいたらなくなってたんですよ。要するに2ヶ月に1回20万使ってるってことか。2ヶ月に1回20万だったら5ヶ月で100万。あ、でも大体そんなもんだ、そんなもんだ、計算できる頭の1個偉い子。はい、ってことで、まあ100万円なくなっちゃったんですよね。ちょっと今回は、ちょっとまた、ちょっと昔やった、その100万円企画があるわけじゃないですか、100万円企画。まあそれをね、まあちょっとやろうかなって思ったんですけど、まあ普通にやってもおもろないと。で、前回じゃあどういう感じでやったのかっていう話をすると、前回はツイッターで、確かこんなツイートをしてました。前回はね、ツイッターにて、いいねが1万いったら、100万円課金してやると。まあ行くわけねえだろっていうツイートをしたんですよね。そしたらね、1時間で行きました。1時間でね、1時間で行ったんですよ、確か。確か本当に、いつもだったら、まあ1日経ってもまあ大体、まあ1000いいね、2000いいねぐらいなんですけど、その日に限っては、もうなんか知らんけど、なんかもうリスナーの多分協力だよね、みんな。こいつに何としても100万円払わせるぞって、まあこういう著名人の方たちもみんなね、インリスとかしたりして、でもすぐ、1万いいね行ったんですけど、まあ今回も、ちょっとまあそれで行こうかなって思ってるんですけど、それだけだったら、ちょっとやっぱ前回と変わらないんで面白くないじゃないですか。なんで今回はですね、もうこうやって YouTube に上げてるということは皆さんのお気づきもしていると思います。今回はですね、Twitter いいね1万プラス、YouTube 高評価5000いいねいったら、100万円課金しようかなと思ってます。お前100万円あんのかって。もう荒野行動とかでもね、もう昔に比べたらちょっと落ち着いてきて、まあそんな金あるんかっていう話なんですけど、見てください、こちら。押してきました。見てこれ、出た、ゲンナマ、ゆきちくん。すごい、分厚い。これ課金か。これ課金すんのか。いや、吉野家1年分は食えるの、これで。まあ一応ここ用意させていただいたんで、まあいつでもすぐ課金することができますよと。でですね、でも単純にこれだけだったら、前回と変わらない。なんなら、高評価追加して、なんだお前ちょっと高評価もらいたいだけにやってんじゃねえのかっていう、そういう話じゃないですか。そうです。いや、まあそりゃ高評価とかね、コメントとかついたら嬉しいのは、もちろんそうなんですけど、でもそれだけだったら、まあ、前回ね、いけたからっていうか、まあ、どうせ100円加減するんだろうみたいな感じなんで、今回なんと、追加で、ま、このままだと前回と変わらない。むしろ条件が厳しくなっている。こんなのリスナーからしたら面白くないっていう可能性もあります。はい。僕自身も、やっぱ YouTuber たるもの、やっぱ常に、おもろい動画を作りたい。まあ、自分の身を削りたい。削ってこそ、生を実感する。っていうことなんで、今回ですね、皆さん、もう100万円分用意しました。もう100万円分というか、今回はですね、いいねが、まずツイッターだったら1万いいね、
で高評価が5000、まあ、このダブル条件をクリアすると100万円を課金するという企画なんですけども、今回なんとダブルアップチャレンジです。いいねが2万いって、高評価が1万いいねをいったら、なんと、100万ではなく200万円、課金しようと思ってます。よろしくお願いします。いやー、まあでもそれぐらいじゃないとね、100万でも、いや、だいぶやばいよ。だいぶやばいんだけど、まあ、YouTuber たるもね、やっぱ常におもろい動画をね、やっぱね、ギリギリの動画をね、やっぱ撮っていかないといけないって僕は思ってるんで、行ったらね、行ったらだよ、行ったらだよ。行かなかったら絶対課金しないからね、言っとくけど。行かなかったら課金しない。行ったらでも課金する。それは約束しています。はい。でですね、まあ、一応その条件なんですけど、もう一回おさらいすると、まず、100万課金する条件としては、今日多分この動画が出た時かな？多分だからこの動画が出たら、ツイッターにて、ツイートをしてます。そのツイートにいいねが1万ついたら、1万つく、で、YouTube のこの動画ですね。この動画が5000高評価、がついたら、まず100万円課金します。で、ツイートが2万いいねいきました。で、高評価が1万いいねいきました。ってなったら、200万円課金します。っていう、そういう状態です。まあでも、これね、期限つけないと難しいんで、期限は、さすがに1日だったらちょっとね、まあこれ見れない人たちもいると思うんで、期限は3日にします。3日。3日の間に、3日だから、この動画が出て、3日後ですね。だから多分いつ出るかわかんないですけど、この動画が出て3日後の、まあ言うたらもう24時超える前に、達成してたら、課金します。はい。まあちょっとこういう形でまたまあね、視聴者とのそのなんか勝負というか、なんか視聴者と絡みながらやるのはね、ちょっと面白いのかなと思うから。また、ただ僕の自分の身を削ってるだけなんですけど、まあそういうね、ハラハラした戦いもあった方がね、ちょっとなんか僕的にも面白いのかなと思って、ちょっと皆さんで勝負しましょう。いや、俺を課金させてくれよ。まあ行かないと思うけどね。前回はだってツイッターのいいねだけだったでしょ。いいねで1万いいねいったら100万課金しますだけど、今回、YouTube 5000高評価だからね。いかない。普段の動画なんて、まあ、1000いいね、あ、もう1000高評価いったらいいぐらいですから、この動画だけ5000、いかない。ってことで、まあ、この動画出しただけ、もしかしたら、ただね、出して終わりなくなる可能性もね、全然あります。あります。まあ、多分いかないと思うんでね。まあ、もしかしたらね、200万とかやったけど、もう100万もいかない。まあ、いかないと思うけどね。行かない。そんな簡単に行かないから。もう分かってます。YouTube な、まあ、長年やってるんで、まあ、5000いいねも、1万いいねも行きません。はい。結論、行きません。行かないけど、まあ、久しぶりにこういう動画出してもいいかなと思って、はい、出してみました。はい。ということで皆さん、この動画がよければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ダメだ。高評価押させたら、逆にあかん。まあ、あかんけど、よろしくお願いします。ということで皆さん、コメントもたくさん待ってますので、皆さん、ぜひともよろしくお願いします。ということで皆さん、また、バイバイ。